人一人の動き、銃の撃ち方、やつら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾。柏木さん、体は問題ないのか。すんません、合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。それでお前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ。詳しいことはわからない。だが自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか。柏木さん、ご存知なんですか。ああ、だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして。あれは20年以上前のことだ。当時のカムロ町は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国のジンゴン派という組織だった。東上界で中堅だった堂島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。でやるんでっか、親さん。ああ、皆殺しだ。皆殺し。どうした、何か問題でもあるのか。いや、なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ親父。戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩ふっかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極度や。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。やさん。まあ待て。だがな、あのジンゴン派ってやつらは別だ。やつらのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな。はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てねえ。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。やつらのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共にジンゴン派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組はカムロ町を手中に収め、東上界での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない、
東条会もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃ神言派は壊滅したことになるんじゃないのか。その通りだ。神言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ああ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察は神言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、本当のところは当時の担当刑事でもなきゃわからんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかし偉いことになった。郷田会長はさらわれたまま、合流会は神室町を狙っている。それに神言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろう。ああ。はい。ねえ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。なあなあ。お？ああ。せがって
まで行かれますか。それでは。それでは。
そうっすね。それでは出発。神宮派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。ここから先は一歩も通さない。今日は龍二さんもおらへん。ハンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。
桐生藩。葬儀の日に殴り込みとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の東条会さんなら知らないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング、会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。郷田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもらってます。目的は杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞバランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねんちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。香典です。お納めください。交流会の金など受け取れん。東条会は1年前にタガが100億のことで内輪もめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を告げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。郷田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんや、オーバーハン。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておるんだ。え、せやから親の情なんかあれへん。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな。出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな。3日やな。3日。ええ、わしらもその間は喪に服させてもらいます。せやから3日後再選と行きましょう。再選だと。そうや、もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。せやけど、うちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。多分今頃、カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国や。戦国？
やこいつ。ねえ。それでは。島の兄さん、遅いわキルちゃん。戦国組の兵隊全員ぶっ倒したで。兄さん、約束やったからね、ちゃんと守ったで。ああ、それより早う登場会の本部に戻るんや。なぜだ。連中街中でヘリ飛ばしたり兵隊を行進させたりしたのは、キリュウちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は本部を乗っ取ることや。本当か。ああ、裏で戦国組を手引きしたのは神道や。神道か。あのドアホ、金で願ったんや。よう行けやキルちゃん。うわっ。ここは私に任せて。あんた近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に。無駄口聞かないで静かにしてなさい。じゃあ頼んだ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。素晴らしい味だ。おお、うまい。なんという味だ。
ほほう。こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう東条会の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような東条会じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。東条会が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。恥ずかしくねえのか、てめえが世話になった東条会を売り渡すような真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが、それが原因で東条会がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな脳書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って東条会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。We'll be right back.
今をもって絶縁だ。とっとと出ておいき。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって。ぶっ殺してやる。情けない。神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。神室町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。